明治39年生まれ、十二代柿絵門の長男。昭和28年、父と煮越で祖父の復興に成功し、昭和30年に柿絵門の製党技術が文化財保護委員会より無形文化財に認定。昭和38年、十三代柿絵門を襲名し、受け継がれてきた職人の技を基礎に、 現代様式の書き絵門を想像すべく、独自の新衣装を取り入れ、新境地を築き上げた、十三代坂井田書き絵門氏。書き絵門様式の色絵で彩られた、逆等観音のしなやかな死体と、慈悲あふれるご尊厳には、伝統の書き絵門様式を復興させ、有田焼に新時代の幕開けをもたらした作者の、到徹とした眼差しが映し込まれているかのようです。 世界に誇る。クールジャパンの手法